皆さんこんにちは工事細胞制御学分野を担当しておりますウイルス研究所の杉田ですよろしくお願いします私たちの研究室の仕事を一言で言うとシスメイキをやってますこれ私が勝手に作った言葉ですじゃあシスメイキって何だというとあの免疫学の教科書を見てもらうとこれが書いてあります免疫の最大の特徴というのは外から異物が入ってくるそれを抗原と呼びますけれども抗原に対して特異的に反応できる それが免疫の最大の特徴ですで、その抗原の本体はタンパク質であると考えられてきました例えば大腸菌が作るタンパク質の断片がこの細胞表面にある MHC と呼ばれる分子状に乗っかってそしてこれを特異的に認識するようなアンテナこれを T 細胞抗原受容体と呼んでますけれどもこれを発現した T 細胞を活性化するこれによって大腸菌特異的な免疫応答が起きるわけです しかし私はもともと内科医だったんですけれどもいろんな病気を見てると免疫が見る抗原というのはタンパク質だけではないだろうということは容易に推察できましたで、そのことが発端になって私は新しい免疫パラダイムとしてシス免疫という仕事を始めたわけです で分かってきたことは細胞上に発現した CD1 と呼ばれる分子はタンパク質ではなくて脂質を結合してそしてこれを特異的に認識するような T 細胞を活性化して脂質特異的な冥強を起こすことが分かってきました例えばこれ血核菌が作る脂質です炭素数が大体80ぐらいある非常に疎水性の高い脂質でもう天然に存在する脂質の中では血核 血核菌が作るこの脂質が最も疎水性の高い脂質ですで驚いたことにこの疎水性の脂質を CD1 分子は結合してこういった脂質を特異的に認識するような T 細胞を活性化できることが分かりましたこれは血核菌の話ですけどエイズウイルスを見ると今度はエイズウイルスが作るリポペプチドというのが免疫のターゲットになるということが分かりましたリポペプチドすなわちペプチドに脂質が結合した分子です で私たちはこれを提示する新しい抗原提示分子として l p 1というのを見つけてこれにリポペプチルが結合してこれを特異的に認識するような T 細胞が活性化して実はウイルス感染防御に重要な役割を果たしているということがだんだん分かってきました。でこういった脂質免疫のパラダイムを確立することによってじゃあ病気でどうなっているんだと結核エイズそれからが においてどんな重要性を果たしているのかということをいろんなモデルを使って今検証しているところですそれからまたシスメ液が行き過ぎたりうまく制御できない状況で起きると当然のことながらアレルギーとか自己免疫病になりますこのあたりにも我々興味を持って研究を進めてますでその研究の一つの方向性はシスワクチンというこれまでにないコンセプトのワクチンを作れるんじゃないかというふうな形で研究を進めているわけです で実際には、シトそれから実はマウスラットはこのシトの脂明期に相当する免疫応答を持っていませんのでマウスにシトの CD1 遺伝子を導入したようなトランシジェンクマウスを作ってあげてこれを解析するそれから同じ小動物モデルで非常に有用なものにモルモットがありますのでモルモットを使うしかし最終的にはやっぱりシトの免疫を理解したいので同じ霊長類であるサルを使った研究を進めています。 じゃあ実際にはどんなことをやっているかというと私たちはもうとにかく自分たちのプロジェクトを進める上で必要なことは全部自分たちでやろうというポリシーですので抗体を作ったりペプチドあるいはシスを合成したりそれから白素ク,クロメトグラフィーマススペクトメトリーで分子を解析したりあるいは X 線結晶構造解析電子顕微鏡解析などを行っています。 まあ研究ばっかりではなくて私はもともとアウトドア派の人間ですので登山したりあのジョギングしたりあのマラソン走ったり釣り行ったりしてますのでまあこういったことにも興味ある人はあの研究室来てください。今日午後あのウイルス研究所ここからちょっと10分ほど歩きますけれども皆さんのお手元に地図があると思いますので興味があればいらっしゃってください。以上ですありがとうございました